ハンスルドルフ・フメルツはスイスの政治家。スイス自由民主党所属。2004年から連邦参事会参事として財務省を務めたが、2010年11月1日に両方とも辞職した。2009年度は連邦大統領を務めた。ヘリザウ出身。かつてはボーイスカウトで2008年7月にスイス国民ジャンボリーに出席した。 1971年にザンクトガレン大学から学士号を取得。1969年から1974年までザンクトガレンのスイス自由民主党で当初期を務め、1977年から経営コンサルタントとして働いた。1997年にアッペンツェル・アウサー・ローデン準州から全州議会議員に選出され、金融委員長と 外交委員を務めた。2003年12月10日に連邦参事会に入ったが、その時にはヘルベテアイコールパトリア保険会社とアノーバ、ホールディングの取締役会員、マックス趣味第二財団の理事会員も務めていた。2008年9月20日にスイスト部で心臓発作を起こし、病院に担ぎ込まれた。直ちにベルン大学病院へヘリで送られ、 複数のバイパス手術を受けた。同年12月10日に翌年度の連邦大統領に選出され、同じ自由民主党所属のパスカルクシュパンから職を引き継いだ。副大統領にはドリス・ロイトハルトが就任した。2010年9月に牛肉の輸入に関するメルツの国会答弁がバイラル CM となり、国際的に注目を集めた。 この動画でメールツは身をよじって大笑いしているが、税関職員の書いた答弁書があまりにも官僚的であったために吹き出してしまったのだという。結婚しており、三人の子供がいる。ありがとうございます。